むかしむかし、山奥の村に一人のおじいさんが住んでいました。山に入って薪を切り、それを担いで町へ売りに行って、細々と暮らしを立てていました。ある日、いつものように薪を担いで町へ行きましたが、どういうわけかさっぱり売れません。おじいさんはとぼとぼと帰ってくると、町外れの川に架かる橋のたもとで一休みしました。やれやれ、今日は疲れたわい。この薪を担いで帰る元気もない。これは龍神様に全部差し上げていこう。おじいさんは橋の上から薪を一本残らず川の中に投げ込んで、龍神様に手を合わせ帰っていこうとしました。すると川の水がぐるぐるっと大きく渦を巻き、その中からきれいな女の人が現れました。腕に小さな男の子を抱いていました。先ほどは薪をたくさんありがとうございました。龍神様が喜んでおられます。女の人はおじいさんに言いました。お礼にこの子を差し上げましょう。この子は花垂れ小僧様といって、願い事を何でも叶えてくれます。その代わり、一日に三度エビのナマスを作って食べさせてやってくださいね。女の人は抱いていた男の子をおじいさんに渡すと、そのまま川の渦の中に消えていきました。あれは龍神様のお使いだったのか。おじいさんははっと我に返り、渡された子供を見ました。汚い着物を着て鼻を垂らした、なんともみっともない子供です。さてさて、どうしたものか。もう食べる米もないというのに、こんな子をもらってもな。おじいさんは困ってしまいましたが、置いていくわけにもいかず家に連れて帰りました。本当に願い事を叶えてくれるのかな。それなら少しばかり米を出してもらえるとありがたいんだが。おじいさんはそうつぶやくと、花垂れ小僧様はじっとおじいさんの顔を見て、ずずっと鼻をすすりました。その途端、おじいさんの後ろでドスンという大きな音がしました。驚いて振り向くと、土間に大きな米俵が転がっていて、中には米がぎっしり詰まっていました。おお、本当に願いが叶った。おじいさんは大喜び、慌てて花垂れ小僧様を一番いい座布団に座らせ、その前で頭を下げて言いました。花垂れ小僧様、申し訳ないが、今度はお金を少しばかり出してもらえんか。花垂れ小僧様はまたじっとおじいさんの顔を見て、ずずっと鼻をすすりました。その途端、バラバラっと土砂降りの雨のような音がして、天井から金色の小判が降ってきました。ありがたいありがたい。おじいさんは小判をかき集めると、早速エビを買ってきて、ナマスをこしらえ、花垂れ小僧様に食べさせました。花垂れ小僧様、今度は立派な家を頼みますよ。あばら屋の隙間風が年寄りの体に応えるのでな。すると、雨漏りのするわらぶき屋根は、見事な瓦葺きの屋根に変わりました。薄い板の壁は
どっしりした土壁に変わりました。いつの間にかおじいさんはきれいな襖に囲まれた広い畳敷きの部屋に座っているのでした。それからおじいさんは着物や布団を頼みました。いろんな道具も次々に頼みました。そのうちに物が増えて置く場所がなくなったので、それをしまっておく蔵も頼みました。広い田んぼと畑、田んぼを耕す牛や馬、牛と馬を入れる小屋と世話をする人も頼みました。頼むたびに花垂れ小僧様は黙っておじいさんの顔をじっと見て、ズズッと鼻をすすります。それだけでどんな願いもすぐに叶えてくれるのでした。おじいさんの家はどんどん大きくなり、広い庭もでき、働く人の数も増えました。おじいさんはもう山に薪を切りに行くこともなく、重たい薪を担いで売りに行くこともなく、毎日おいしいものを食べ、贅沢をして遊んで暮らしていました。でも花垂れ小僧様は相変わらず汚い着物を着て鼻を垂らしていました。そして1日3度エビのナマスを食べるだけで、他のことは何もせず、ぼんやりと奥の座敷に座っていました。そのうちにおじいさんは花垂れ小僧様の汚いことがだんだん気になってきました。こんなにみっともない子供ではお客さんの前にも出せません。花垂れ小僧様、その着物そろそろ着替えてはどうですかな。おじいさんは新しい着物を作らせて持っていきましたが、花垂れ小僧様はいやいやと首を横に振るばかり。花垂れ小僧様、ちょっと鼻をかんで顔を洗ってくだされや。たらいと手ぬぐいを持って行っても、やっぱりいやいやと首を横に振るばかり。仕方なくおじいさんは1日3度エビのナマスを運んでいましたが、やがてそれも面倒くさくなってきました。とうとうある日おじいさんは言いました。花垂れ小僧様、わしもこんないい暮らしができるようになりました。これ以上お願いしたいことは一つもありませんのでな。あなた様はもう龍神様のところへお帰りください。花垂れ小僧様はじっとおじいさんの顔を見ていましたが、やがてこっくりと一つうなずくと黙って立ち上がり、家を出ていきました。やがて戸口の外でズズズズズズと鼻をすする音がしたかと思うと、座敷の襖がスーッと薄くなって消えました。続いて畳が消え、屋根も消え、おじいさんの着ていたきれいな着物も消えました。はっと気がつくと、おじいさんは元の薪売りのおじいさんの姿に戻って、雨漏りのする隙間だらけのあばら屋にたった一人で座っているのでした。おじいさんは慌てて外に出てみましたが、そこには広い庭も田んぼも畑も何にもありませんでした。おーい、花垂れ小僧様、わしが悪かった、戻ってきておくれ。おじいさんはあちらこちらと駆け回って探しましたが、花垂れ小僧様の姿はもうどこにも見えなかったということです。